なんかここだけ受けてここだけ受けないみたいなやり方してると、はい、あの実践経験がやっぱ少なくなっちゃうんですね。でもだからといって模試をこう、はい、なんかがむしゃらにさ受けまくってもさ勉強時間失われるしっていうので、はい、うんうん、だからそこのバランス考えると武田塾チャンネル。今回はですね、うん、割とこの質問多いんじゃないかなと思うんですけど、何ですか？模試、模試、模試って受けるべきなのとか、どこの模試受けたらいいのとか、はい、武田塾なりの模試の使い方みたいな、そうです ね、うん、ちょっと知りたいと思いますね、うん、これは受験生、そうそう、その辺もね、はい、しっかり話していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いしま す。ということで引き続き、はい、じゃあどこの模試受けりゃいいのとか、そうですね、どんくらい受けりゃいいのみたいな、武田塾的には推奨してるのあるじゃないですか、基本ここ受けてねみたいな、ありますね、あります、はい、基本は河合、はい、河合の模試を、うん、まあ、マークと記述を年間通して受けてる、ね、なるほどなるほど、はい、ただ上位層、はい、偏差値65とか超えてくるぐらいとか、うんうんうん、あとは医学部志望に関しては、うん、はい、寸大受けるという、うん、まあ、要するにこれ受ける自分が受ける模試の層が多いところを受けろって話なんですけど、うん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 、うん、そうですよね、はい、うん、ただじゃあ例えば投資にダメなのとか、はい、寄せにダメなのって話だと別にいいよと、はい、うん、まあ、特に地方の人だと、はいはい、そもそも周りになかったりするじゃないですか、選択肢が一択っていうケースも結構あるわけなんで、はいはいはい、うん、なので、まあ、近場で受けやすいところでいいかなとは思うんですけど、うん、ただ基本の基準として、思っておいてほしいのはどのくらい受ければいいかというのにつながるんですけど、はい、決めたところの年間の、模試はシーズン通して受けた方がいいよという話ですね。それはなんか例えば河合塾のマーク模試は全部受けるとかって感じですか？そう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 、うんうん、要はそのなんかここだけ受けてここだけ受けないみたいなやり方してると、はい、実践経験がやっぱ少なくなっちゃうんですね。でもだからといって模試をこう、はい、なんかがむしゃらにさ受けまくってもさ勉強時間失われるしっていうので、はい、だからそこのバランス考えると、うん、まあ、一つのそのなんていうか会社の模試をシーズン通して受けるぐらいがちょうどいいかなと、うんうんうん、基本そのなんていうかそうしとくと、まあ、シーズン目標というか計画はある程度立てやすくはなるとは思うんですね、はい、この時期までにじゃあここの模試があるから、うん、今の自分だったらここまでは終わってるから、この例えば英語はまだ単語と文法しか終わってないけど、うん、社会は通信一通り終わるからちょっと社会はちょっとここで、まあ、7割とか8割取るつもりでやってみようみたいな風にやったりとかね、うん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 、っていう形で、はい、やっぱその過去問解くのでもそうなんだけど、うん、こう目標があった方がさ、うん、やる気が出るじゃないですか、絶対いいですね。ただ先ほどちょっと最初の方でも言ったけど、はい、だからって模試のたびに毎回入試受けるようなつもりで、うん、ガンガン対策をするっていうのはあまりお勧めはしないよと、うんうん、そうですね、はい、それは後にも話すけど、例えば大学別の模試とか、うん、早稲田模試とか慶応プレイとかさ、はい、ああいうのだったらまだ分かるけど、はい、毎回毎回の模試で模試のための対策をするっていうのは、はい、ちょっとやっぱ時間がねロスが大きすぎるかなとは、うんうん、思うわけですよね。確かに。矢上先生はちなみにさ、はい、自分が受験生当時は何受けてた？僕は基本的に河合のマークと河合の記述受けたかな受けてないかな、後半1回受けたかぐらいですね、うん、でそれ以外は早慶プレとか早慶オープンが、うん、まあ、KO プレーは受けてないですけど、はいはい、早慶オープンとあとは早大プレーを受けてました、うんうんうん、あとはそうですセンタープレーとかですね、まあ、センター系、うんうん、マーク系ですよね。で基本はなんか地理なんでマーク重視で、はい、あとは志望校の、まあ、早稲田プレーを、そうですね、うん、受けた感じですよね、うん、まあそういう人が多いかなと、はい、だからまあマークは基本ね私立志望とかセンター使う人の必須だし、はい、うん、まあ、記述は国立だったらまあ基本必須で、そうですね、まあ私立に関してはやんなくてもいいけど、まあ受けてもいいかな、受けるようなら受けといた方がいいんじゃないぐらいかな、はい、そうですね、っていう形ですね。はい、はい、わかりました。じゃあね、この後はじゃあそのさっきちょっと話できた大学別模試とかっていう話をちょっとしていきたいと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いします、はい、お願いします。武田塾、はい、新サイトオープンしちゃいました。新サイト、おお、大学受験のさ対策動画あるじゃないですか、はい、大学別の対策動画、はい、あれをこう見やすくまとめたサイトができまして、へえ、すごいですね。
参考書だけで大学合格 .com っていう本がありまして、すごい、もうそれ見れば全大学の対策がもう分かるっていうことですか。分かる、それこちらなんですよ。おお、そこですね。そう、うん、どこだ、あそこか、はい。でさらにね、はい、あの勉強方法とかいろいろ書いてるサイト、うん、昔からやつあるじゃないですか、はい、逆転語学 .com。 あ、それだそれ、逆転語学 .com、 はい、はい、それもこちらから、はい、おー、すごいですか、おー、はい、ぜひね、たけだけチャンネル以外の、ね、サイトもぜひ、うん、あのね、利用してもらえればと思いますので、うん、お願いします。たけだけチャンネル1万人突破しました、はい、1万人突破した、はい、1万人、はい、ミリオン、あ、違うわ、ミリオンじゃない、はい、1万人、はい、はい、これからもね、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。